井ノ原義彦、ナンバーワン出世、スタート社 CEO を就任は必然だった。近畿堂元光一が語った30年超前のザコベット、非体育会計素顔。近畿キッズの堂元光一が12月11日放送のラジオ番組、近畿キッズどんなもんや。文化放送に出演。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所に代わり、 タレントのマネジメント業務などを手掛ける新会社、スタートエンターテイメントの CEO を最高執行責任者に就任した井ノ原義彦、47の人柄について明かす場面があった。この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。井ノ原さんがブログで京都南座の思い出として30年以上前、同じホテルに近畿キキッズと滞在していた際、自分と、 どうもと、ゴさんが笑って起きている中、光一さんがネタがっていたというエピソードを紹介していました。お気に入りのネタをやると、光一さんも笑ってしまって、結局3人で起きていたとの話でしたが、どんなネタだったか覚えていますかこれに光一は、そう、命からも南座の写真、メールで送られてきて懐かしいねって。そうなんですよね、と反応。 続けて、この時のイノッチがさ、イノッチは俺らよりも三つ年上なわけじゃないですか年上なのに率先してホテルのザコベッドって俺らは呼んでたんですけど、都市、ツインの部屋に三人入れられてたんで、一人が要するにエキストラベッドですね。ザコベッドにならないところを、イノッチが進んでザコベッドに寝てくれたりとか、非常に優しいですね。 昔から優しかったですね。あの人はね、と振り返った。じゃんけんする時ももちろんあるんですよ、とした上で、そういうのも含めて非常に平和でしたね。楽しかったですね。南座ねえ。スマップの舞台でしたね。アナザーかな。やりましたね。 1993年に開催されたスマップの舞台での出来事だったと明かした。リスナーからの質問については、ネタは全く覚えて変な。未だにやってるあれかな、笑い。今も昔も変わらんですよ、我々は。いのっちさんのそういう関係性というかね。昔からのそういうネタを引きずってる。 それはあんまり言えるようなネタでもないような気もしてるんで言いませんけども、と、楽しそうに話していた。高一の特にリスナーからは、近畿より年長者やのに進んで雑魚ベッドに寝てくれる命優しい。エキストラベッドに進んで寝てくれる命優しいなって思ってる高一さん左平和すぎる関係性。 イノッチにはこの世代のメンバーと気兼ねなく笑い合ってて欲しいんだよ。イノッチとのエピソードトークは何だろうな、ここ最近は特に胸に響くよね。井ノ原さんが優しく、気遣いの人だというのは多くの人に知られていますが、30年前からそれは変わらなかったということなんでしょうね。 昔はアイドル業界も体育会系で先輩後輩の関係は絶対的なものだった。ところが当時から井ノ原さんは先輩にもかかわらず、後輩の近畿にベッドを譲り、自分は進んでザコベッドで寝るという優しさを見せていたと。その優しさや気遣いが現在も活かされていて、いよいよ重要なポジションを任されるようになったのではないでしょうか。ワイドショー関係者。 ジャニー北川氏、去年87の課外問題をめぐり、会見を行った旧ジャニーズ事務所。9月7日、10月2日の2度にわたる会見にも、井ノ原は登壇していた。昨年10月には、滝沢秀明さん、41に代わってジュニア、旧ジャニーズ JR の育成やプロデュースを手掛けるジャニーズアイランドの社長に就任。 藤島ジュリー稽子、氏57からの直接のラブコールで就任を要請されたと言いますから、旧ジャニーズ上層部からの信頼も厚かったんでしょうね。東山のりゆきさん57は新会社の社長就任を辞退したそうですが、経営者として敏腕と名高い新社長の福田敦志氏58もずっと一緒にいるという井ノ原さんのことを芸能周りの面。 タレント育成の面では全面的に頼りにしているのでしょうし、光一さんをはじめとする所属タレントも彼の COO 就任に納得しているのではないでしょうか。全同。井ノ原 COO の手腕で旧ジャニーズ事務所は復活を遂げる。井ノ原は12月8日付でスマイルアップの代表取締役副社長を退任し、 スタート社の COO に就任。会社が軌道に乗るまで経営に注力すると報じられている。